牧野勝彦は、静岡放送のアナウンサー。京都風寺市出身。同志社大学小学部卒業後、1999年に瀬戸内海放送に入社。入社半年で、KSB ステーション I のキャスターとなる。飛び出せ。マッキーという体当たり体験コーナーで人気に。高校野球科川は、岡山大会の実況などを務める。2003年。 静岡放送へ契約アナウンサーとして移籍。同期の契約アナウンサーとしては、他に原田彩氏と中沢四月がいる。当初は2年間の契約とのことであったが、2021年現在も SBS に在籍している。ニックネームはかつてカッチャマンであり、現在はマッキーとなっている。SBS ラジオで音楽番組を担当。環境系の番組を担当することも多く。 自然観察指導員の資格を持っている。スキーが得意で SAJ1 級を持っている。スキー、スノーボードの番組パーソナリティであった。2008年、スマップの中井正宏が映画、私は会になりたいのプロモーションで全国の放送局を回った際に、日本で一番絡みづらいアナウンサーとして、牧野の名前を出したことで、全国的に有名になった。音楽番組。 歌番内で中井とのやりとりも放送された。ファンキーモンキーベイビーズと進行がありアナラジのゲストに、ファンキー、加藤の母が登場した。J リーグ2012シーズン開幕前のジュビロ岩田、ファンカンカ、シャデーで、イブニングアイで使われているスタジオで、山本康弘、山崎良平がニュースキャスターを体験した VTR が流れたが、二人に話し方を教える講師役を務めた。 2021年現在は SBS の情報番組ソウルいいねの司会を務めている。その他、サッカー、駅伝、ボーリングなど、スポーツ実況も担当している。実家は、電気店。実定が、松下幸之助小学院を卒業し、家業を継いでいる。フリーアナウンサーの石井良二とは、同志社大学在学時代からの友人にあたり、石井の実家にも行った経験がある。 2018年4月2日から静岡放送でも、新潟放送とともに、石井が司会を務めている、ゴゴスマ、ゴーゴー、スマイル、マイナスの同時ネットを正式に開始しているため、ネットを開始した年の放送日ではマキノが、放送対象地域である、静岡県内から中継で登場し、スタジオの石井との共演が実現されている。2019年9月30日から、 SBS ラジオ庁の情報番組一歩月曜引く水曜パーソナリティを務めている。春の開閉により2020年3月30日からは番組名が牧野克彦の一歩に変わり月曜引く木曜パーソナリティを務めている。ありがとうございます。